島よしの中島が行く折り返し残して小川が打った小川愛今シーズンとことゴールを決めると宣言まさに決めました公式戦ウィーリングで初ゴール小川愛さあ狙った中島よしの中島シュート中島よしの決まりました広島が先制です柳瀬のゴール柳瀬 B 初ゴールですどの選手が誰のマークについていくか組み合わせも非常によく見ていけるそうですが自分で決めました広島追加点頭で合わせた高橋中に入れるヘッド決まった広島同点追いつきました金賀が先頭で両チームが入ってきましたおっと終わった石田のクロス触って左足まだ大隅の左足だ体で止めましたいや最後誰ですかね、左足からの左足山選手あ小川ですね小川選手ですかここはありますよ裏に道が見抜けたフリーだ足を伸ばすこぼれたボールなんとか出しました2人の間戻して川澄ワンタッチ裏へ道上落とした道上右足だ弾いたボンクロスバー道上のシュートいや惜しかったなるべくねお互いに早く、はい、前線あここでホイッスル延長前後半終了しました決着つきませんでした B リーグカップの決勝戦は PK 戦へと入りますわー左に決めました平尾選手もコースは読んでましたけれどもね、はい、冷静に左に決めました、決めましたあ少しね高めに見たかなというようなね、本人もちょっと胸に手を当てましたね、はい、ほっとしたような表情ですね、はい、あすぐ行ったあーっとキーパー平尾立場のものを決めましたあーっとクロスバーだーそしてこの瞬間サンフレッチェ広島レジーナ初めてのタイトル B リーグカップ女王に輝きました広島のサポーターの前で決めました本当最高のメンバーに出会ったなと思いますしこのチームで良かったなと思います、私たちレジーナはまだまだ成長過程にあるチームなので交通課程としてまだまだ成長してリーグでもタイトルを取れるようなチームになっていけるように頑張りたいと思います